やお、新ペタだぜぜぜぜ。はい、今は何を見ていただいてますでしょうか。孫悟空、人生で一番やめてよかったこと。本日の企画なんですけれども、はい、ラッパーならばニート東京の質問の回答当てれる説。これは覚醒剤でしょ。そうです、そうです。分かりやすい例題として、その質問に対する回答を当てるというゲームなんですけれども、渋さんのおっしゃる通り、その動画の、まあ、一番有名な動画ですよね。まあね、はい、答えはじゃあ見ていただいて。はい、はい、一番やめてよかったこと、覚醒剤。早い。はい、そんなやめてよかったことって言われても、ほんと食い気味に答えられないよね。俺思いつかないもん。はい、まあ、ルールは分かりました。はい、質問の答えは当てていくと。そうです。一番やめてよかったことは絶対覚醒剤。これだけ言えるね。あと友達やめてよかったことがないし、そのお金捨ててよかったことがないし、覚醒剤ぐらい。覚醒剤は絶対やめてほしい。だからそれで一回そのどういう姿か自分で24時間ビデオ撮って見たら分かるわ。やめよう思っちゃう、きしょいで。はい、はい、ということで怖いですね。はい、絶対ダメという。絶対ダメだと。はい、はい、まあ、こんな感じで、はい、あのニート東京の質問にさまざまなねラッパーの方も出てると思うので、はい、次は、はい、紅桜、普段何をしているか。見てると思うんだけど覚えてないな、何もしとらんみたいな。おお、はい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 、そんなんじゃなかったっけ。はいはいはい、違うっけ。はい、正解は、最近は普段何されてるんですか。別にその辺でふわふわします。普段何してんですかが一番困るもんね。ラッパーっていうか我々みたいな自由業というかさ、曲作ってますとかぐらいしか言うことないじゃん、はい、特にね、メリーとか YouTube とかやってるわけでもないしさ、はい、フラフラしてますわ、やばいね。フラフラしてる時に曲とか作ってんだろうしね。なるほどね、はい、ベニーはフラフラしてますと、はい、次はこれですか。リカックスさん、男性と修羅場になる時、はい、どんな質問なんだよ。いや1ミリもわかんないな。相手の iPhone 見た時とかですか。わかんないですけど、もう行ってみよう。はい、修羅場になったことってありますか。男性と修羅場、修羅場ってつまりなんかこう喧嘩みたいな感じですか。はい、恋愛してる中で。あ、まあそれはありますよ。でもあんまりなんかこう具体的ななんかこうめちゃくちゃな喧嘩とかあんましないんで、気持ち的には修羅場だけどあんま修羅場っぽくないかも。え、はい、こういうこともあります。なるほど、はい、気持ち的には修羅場ではないと。はい、わかりました、はい、今でもね、ラッパーのねとっさの当てれないよね。でも予測不可能じゃないですか、ラッパーっていう生き物は。次はジャパニーズマゲニーズ、人生で一番恥ずかしかったこと。俺絶対当たんないでしょ。絶対当たんないと思うんだよな。池に張った、学校にある池に張った氷を取ろうとして、そのまま池に落ちてびっしょびしょのまま保健室に担ぎ込まれて真っ裸にされたっていうの僕の体験談なんですけど。あれは恥ずかしかったなみたいな。ジャパニーズマーケニーさんもっと言ってると思うんですよ、はいはい、見てみましょう、はい、もう見当もつかない。人生で一番恥ずかしかった体験を教えてほしいです。ビックさん、あの岩と岩の間に。あ、恥ずかしいやつあるな。あのみんなでキャンプ行ってまして、竜巻で、はい、でその時ちょっと 海に寄りましてね、なんか詮索してこようと思って、なんか取れるかなと思って、森が落ちてんな、まずこの、あ、先生、森が落ちとって、森がひょうさん落ちとってね、その浜辺に、なんか取れると思って、でこいつが、おい、ちょっと昼飯取ってきたるわ、あれでそのままバーって行きよったんですよ。見た目もほぼ母さんじゃないですか。ほんであのサンダル履いてまして、こう岩がこうあったわけですよ。こうやって言ってたんですよ。なんて言ってたんだっけ。サスケ、サスケ、サスケって言いながら、サスケぐらいでもサンダルブリーンってなって、そのまま僕岩と岩の谷間に挟まってしまいました。2メートルぐらい下に落ちて、ちょっと気絶やんな。で、まあ一応あの気絶しまして、で、まあ、あの戻ったんですけども、やっぱ悟られましたね。膝ずり向けやったんで、一応気絶しましてっつって。当たるわけねえじゃねえか、こんなの。まあ一問でも正解したら
今回は渋谷さんの歌手ですね。はい、はいはい、続いてマロンさん、はい、ナンパしてきたラッパーはいますか。今 NHK でドラマのラップの監修してんだけど、マノンちゃん出てるんだよ。おお、はいはいはい、こんなところで会うとは。こんな会ってないんです、はいはい、詳しい情報が出ましたらそちらも YouTube でも言おうと思うのでぜひ見てみてくださいということなんですが、マノンちゃん、ナンパしてきたラッパーはいますか。 JP The Wavy。 おお、はい、え、はい、ナンパしてきたラッパーっていらっしゃいますか。ナンパしてきたラッパー、いないですよ。すごい勝手に一瞬で、はい、ただ名前を言ってしまっただけなんですけど、はい、まあね、はい、JP The Wavy 君はね、はい、真面目な人なんでナンパとかしないですね。はい、はい、いないでしたか、はいはい、続いてまた紅桜、質問の内容としてはなぜウィードが日本で犯罪だと思うか。おお、紅さんの回答、回答知らん。なんで日本ではウィードが犯罪なんだと思いますか。いやいやいや当たった知らんじゃん、だってそんな知らんよ、理由なんか知らんでしょ誰も。マジで当たった、犯罪にされてるから犯罪なだけでしょ、知らんよみたいな。せーん、そんなこと、ね、なんて言ったの。え、なんて言ったの今。なんで日本ではウィードが犯罪なんだと。知らんなんでか知らん。なんでか知らん。聞きたい。うん。なんでなん。なんでなんですね。え、すごいですね。当たりましたね。うん、俺、うん。紅桜の回見てると思うしね。覚えてないけどさ。はいはいはい、はい、うん。知らんって言いそうじゃん。はい。はい、続いて。はい。また紅さん。はい。今までにした一番の善行。はい。もう音楽でたくさんの人を勇気づけてるわけじゃないですか。たくさんの人を感動させてるだろうし、はい、それがもう一番の彼の善行でしょう、うん、俺から見る紅桜の善行はやっぱこう自分のアーティストとしてたくさんの人を勇気づけてると思う、うん、人生で今までした一番の良い行いって何ですか。いやもうそれはもうあれだろ、良いしょからスーパー絶対それじゃないよね、良いしょだろ、スーパーよいしょ、ウルトラスーパーよいしょ、うーっていうぐらいのよいしょうわっていうぐらいよいしょされたよね。でも前にも話したかもしれませんけど、俺紅桜は一番初めて岡山行った時かな、 MC バトルの司会してて岡山の若いラッパーが俺のマイクをジャックしようとしてそれを割って入って助けてくれたの紅桜でしたからね。善行はとてもいろんなところで積んでるんじゃないですか。うん、スーパーよいしょじゃねえと思うな。まあでもあの面白いっすよね、一つ一つの回答がめちゃくちゃおもろいよね、はい、ラスト、はい、行ってみましょう。ジャパニーズマゲニーズプラスビッグ、人生で2番目に恥ずかしかったこと。当たるわけないよ。もうノーアイディアですよ。ノーアイディアですか。ノーアイディアですよ。1個目が岩の間に挟まって気絶、2番目はもう分かんない、恥ずかしいことは分かんない。よし、もういいっすか、見て。はい。ビッグさん、めっちゃ人混みでな。TRF のサムさんですよね。TRF のサムさん。俺、横で見てたんですよ。大阪のパワースポットっていう TRF で。で、あの時恥ずかしさやったで。俺とビッグとジャブル歩いとったらね。ソンガンさんとかジャングルさんが写真撮ってくださいとかあるじゃないですか。でその時結構3、4年前でもうみんな無名やったんで、まああれやったんですけど、ビッグさんバーって歩いてたら、3人組ぐらいの子バー近づいてきて、うわ !TRF のサンガンさんって。で、こいつ、その時、なんかわかんないですけど、ちゃいます言うとったんです。ほぼ寒いやん。はい。4回ぐらいあります。誰が当たんだよ。当たんねえよ、こんなの。はい、正解は TRF のサムさんですよね。そっかそっか、別人に間違えられたことはないもんな。はい、はい、ということでニート東京クイズ、はい、ニート東京相当おもろいよね、人選やばいしさ、はい、早いしさ、あの動き果てしないよね。俺らのチャンネルもマジで何倍も大変だと思うよ。うん、そうですよね、毎回人が出て、うん、やっぱおもろい人多いですからね、うん、この企画の目のつけどころっていうんですか、すごいなと改めて思いました。やっぱ、うん、
お笑い芸人とかでも絶対帰ってこなさそうな答えじゃないですか。想像できない、想像できないのがラッパーなんですね。人の想像できないことをやる、ポニーも言ってましたけどね、はい、それがラッパーなんですと、うん、ちょっとまだまだ頑張んないといけないけど、こう、うん、こうはなれないなっていう気持ちもちょっとしますね僕は。はい、ということで、はい、ニート東京、はい、ラッパーならニート東京の質問完全に予測できるはずないです。はい、ということで今日もありがとうございました。しんべたでした。ピース。東村山に夕日が沈む、あなたを思い浮かべる、あなたはいつも僕らのこと励ましてくれる。